親方、すみません、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、もう夏競馬ね、本番という感じで、まあ G3 が中心のね、毎週になってるんですけど、あとは先週のレース CBC 賞、サンキューユーが8番人気2着、ゼニマサ、これは会心のヒットと言っていいんじゃないですか。そうですね、まあ途中勝ちそうな瞬間もあったんで、あと一歩だったんですが、まあサンキュー公平、サンキュー正幸、ついでにダンケシェーン大勢いっぱいの産地がね。ちょっと振り返りだけ早送りでしますけど、まあ見ての通りに産休が展開に恵まれたんですけど、やっぱなぜ恵まれるかっていうと、松山攻撃賞ね、インスタの絶好ポジション取り切ったからなんですよ。でも恵まれるための努力をしていたというか、これぞ人事を尽くして低迷を待つ、インスタに潜ってうちの前残りを待つということができたってことですね。今回はもちろんね、産休がもう中京で54だったら足りる気配はあったんですけど、まあ安定のベストブレイン、ほんと4コーナーを最短距離で回ったことでズブザを操作できたのも良かったし、産休公平ですね。はい、もうね、お作バリバリの早口が出てますけども、その調子でね、今週も頑張っていただければと思います。というわけで、今週はメインチャンネル七夕賞を取り上げていきたいと思います。まずはね、どんなレースになるかゼニマス教えていただけますか。はい、まあ七夕賞といえばね、荒れるレースの代名詞ですね。夏競馬、福島、ハンデ戦、まあただ、まあもちろんその配当的にね、とんでもないことになった時もあるんですけど、まあ意外とちょい荒れ程度で済むこともあるし、まあ10万100万当たり前ってほどのレースでもないんですよね。とはいえ、1年で一番荒れるぐらいのイメージがね、確固たるものになってるのは、やっぱ配当以上に変な馬、インパクトがある馬が来るっていう印象があるからだと思います。昔からね、まあ今や有名なツインターボとか、ともならずとか、アスカクリちゃんとか、まあ単勝マンマ県のベドラークもそうですし、まあ去年の人もね、人気的には6番人気なんですけど、まさかカツアルさんが乗って突然のあの圧勝はね、え、なんでみたいな感じでしたからね。ということで、七夕賞、まずは、このデータ、この話からですかね。これはいろんなところでいろんな人がもう書いたり喋ったりしてるんで、ご存知かなとも思うんですけど、七夕賞は、まあ、前走負けてる馬の方がよく走ります。ということで、まあこちらですけど、まあ、前走1着馬は10年間で、まあ勝利がなくて2着も1回だけで、最も多くの勝ち馬を輩出してるのが前走が4着から9着、まあ、すなわちね、馬券圏外に負けていた組で、前走が2桁着順だった馬も10年間で9頭と、まあ、ほぼ年1で馬券になってます。つまり前走で馬券になんなかった馬っていうのが七夕賞では875なんで、まあ高走馬の30頭中の20頭を占めてるってことですね。まあただ七夕賞って、まあそもそも出てくるのがそういう馬ばっかだし、まあ連勝中のスターホースとかね、明らかな格上とかあんま出てこないし、バトルボーンとか普通は七夕賞には出てないし、まあ今年にしてもおそらく前走大敗は10頭ぐらい出てきますよね。ということで、もう一歩踏み込んで、まあ七夕賞は負けてきた馬が走るんですけど、じゃあどういう負け方をしてるのがいいのかと、でそのヒントになりそうなのが、まあ、こちらです。七夕賞の出走馬の前走について、まあ、人気と着順のどっちが上だったかというね、話なんですが、ちょっとね、これ、なんか表だと分かりにくいかもしれないんですけど、例えば、その、人気大なり着順の馬っていうのは、マーメイドステークス、10番人気3着だったホーエミズみたいな、まあ、人気以上に検討した馬で、で、人気小なり着順の馬っていうのは、まあ、大半1番人気6着だったククナみたいな、いわゆる人気を裏切った馬ってことですね。ということで、データ見てもらうと、まあ、前走で人気を裏切ってた馬の方が、まあ、10年間で8勝なんですね。で、まぁ、あ、ちょっと2、3着も含めるとね、ちょっと副勝率は差が縮まってくるんですけど、まぁ、あ、勝率のところで大差がついていると。で、まぁ、あ、やっぱ前走でね、何かがあって、こう、期待に応え損ねた馬が、七夕賞で巻き返す。で、ついでに前走を、そうやって負けてるんで、人気も落ちたりすると。まぁ、あ、そう考えると、まぁ、あ、本当は強い馬が、ここでしっかり巻き返すレースでもあるのかもしれなくて、まぁ、あ、ね、最初に言った、変な馬勝ちがちって話したら、ちょっと逆ではあるんですけどね。ということで、七夕賞は、前走の負け方が大事なレース。まぁ、あ、というのがまとめになるんですが、ちょっとね、これに関連してもう一つ、ちょうどいいんで注意しておきたいことがありまして、それが、5月の新潟大賞典組なんですよね。今年は新潟大賞典、スーパー不良馬場競馬で、空手とセインハーデスが、ぶっちぎったレース。あそこに出てた馬が今回も出てくるんですけど、まあ中でもね、セインハーデスは当時2着で、今回も人気だし、カレンドシェルプルなんて、不良馬場が答えてのね、4番人気10着。まあいかにもさっきのデータに合致する、訳あり大敗で巻き返しチャンス、みたいな馬なんですよね。誰もが狙うだろうって感じなんですが、実はですね、新潟大賞典に出ていた馬が、その後ですね、ここまで6頭、延べ8回出走して、全部掲示板外の大敗なんですよ。空手もボロボロだし。結構ひどくね、これ。そう、だいぶひどいです。全滅も全滅。ってことだよね。これは個人の感想なんですけど、新潟大賞典を走った馬、不良馬場で脳幹だから次は狙えるぜ、とか以前の問題で、ダメージが残っちゃってみんなガタガタ説ありますね。個人の感想ですけどね。ちょっとそこが気になるんで、個人的にはカレン・ルシェルブルとレッド・ラメルトあたりはちょっと様子見にしたいと思います。ってとこですね。
それじゃあ人気馬から見ていきたいんですが、ナルケンで2着だったフェングロテン出てきます。こちらどうですか？うん、まあ今年はこれがまあ一番人気になるのかな。ブリードをね、装着してからも明らかに距離が長かった菊花賞以外は崩れていないし、福島も去年のラッチニケを勝ったぐらいだからね。まあしかも今回はさ、来週に迫ったセレクトセールに、エピファディア3区の搭載の判定が上場予定なの。ノーザンサイドとしても、まあフェングロテンがね、七夕賞を勝てば、もう弟の奥越えはもう確実。パーニーのピクシーナイトは G1 スプリンターズステークスの勝ち馬だし、まあここの結果次第によってはさ、もう落札価格が2億とか3億まで、まあ、跳ね上がるかもしれない。まあ、そんな背景があるから、もう間違いなく勝負係だよね。ただ、まあ、タバより重い58キロのハンデと、中4周にちょっと価格を詰まるのが、まあ、どう出るかっていうところかな。まあ、あとはね、もう週末の天候次第。基本的に、まあ、日バルはマイナスっていうのかな。課題は多いけど、まあ、馬券に加えておいた方が、まあ、いいのかな。そして先ほどゼニマルさんからデータ上がりましたけど、前走新潟大賞典の声援派です。こちらどうですかね。さっきね、ちょっとゼニマルが、なんかちょっと新潟大賞典組でちょっとダメージが心配だっていう話をしてたんだけどさ、とにかく出来だけは抜群に、稽古の動きとか見たら、まあすごかったよ、本当に。こっちはね、まあフェーンと違って、まあ道があるも歓迎だし、まあハンデ57キロもね、なんか西山さんはね、なんかてかツイッターでなんかね、相当不満だったようなんだけどさ、今年からまあ全馬1キロ増を考慮すれば、まあ新潟大賞典2着の走りとかを振り返ると、まあ妥当なんじゃないのかな。まあそれよりも心配なのさ、やっぱりフェーングロッテンを筆頭に、今年はちょっと逃げたい馬が揃ったことの方かな。2走前にはね、控える形で勝っているから、まあ、みゆきさんがどう乗るかにもよるんだけど、個人的にはね、ちょっと馬群で揉まれると良くないタイプだから、もう思い切ってさ、ツインタワーを見たく行っちゃった方がいいと思ってるんだけど、まあその辺はね、西山オーナーが、まあ、関係者と話し合って、まあ、決められるだろうし、ここはね、ちょっと注目馬として、まあ、挙げておこうかな。そしてもう一回4連勝中、久々のレースになるバトルボーン、こちらどうなんですかね。これはね、ちょっと取捨が難しい。今回は予定していた日経賞でちょっと話を吹いたから引っ込めて、天栄で再調整だけになるんだよね。まあしかもさ、原因が外傷性、要は鼻をぶつけたとかじゃなくて、まあ癖になりやすい肺からの出血だったから、この時点でちょっと休養前と同じだけ走れるかは、正直やってみないと何とも言えない。3週続けて調教に騎乗したツムラの感触は悪くなかったし、実はこのままさ、フェングロッテンと同じく、セレクトセールにワールドエース3区の1歳の半枚、まあ妹が仕事しているから、ノーザンファームサイドとしてはね、なんか勝ってほしい一歩ではあるのよ。僕はね、ちょっと勝手に言うとね、来週の函館記念に出走予定の同じ天栄調整馬のオーシャムパークと使い分けたんじゃないのかなと思ってはいるんだけど、肺出血のこともあるし、まあ人気になるならちょっと評価を下げたい感じかな。まあ、それ以外で何か親方注目する馬いますか？そう、これ多分人気ないんだけどさ、ウィンドタイムズを狙ってるのよ。何を隠そうさ、来週のセレクトセールにね、モーリス3区のね、1歳のね、妹がね、叙情予定なんです。そんな背景があるから、去年2着した小倉記念ではなく、トップハンデの 58.5 キロを背負っても、七夕賞に使うことにしたんだと思うんだけどさ、この中間もね、雰囲気はもう大阪杯とかよりも全然いいくらいで、最初においてはプロキオンステークスに使う、まあ、上がり馬のドン・フランキーを煽っちゃったくらいでさ、まあ、あの馬もさ、ダートの短距離馬だから、ゲート掛けするはずなのに、時計とか見たらあっちが出来が悪いっていうよりは、なんかヒンドタイムスが動きすぎたっていう表現した方がいいのかな。彼はね、不問で道原はどんとこいのタイプだし、まあ、トップハンデを嫌われてね、評価を下げている、ここはなんか狙い目なんじゃないかな。さて、ゼニワルさん、何か注目馬取り上げてくれますか？そうですね、まあ今回はククナですね。これはね、なんというか直感的にひらめいた感じなんで説明できるかどうかがね、わかんないんですけど、一応やってみますか。まず2走前に24の、まあ、早春ステークスを勝ったのが、まあまず驚きだったんですよね、いい意味で。やっぱね、戦績通りね、牝馬だし、ずっと1008から2000の馬だと思ってたんで、この明け5歳になってボバ相手の24かよっていう、しかも3番で取れるのかよっていうね、まあ新たな良さが出たのが2走前。まあただね、だからといって、その後に26の大半はないだろうというのが、こっちは悪い意味での驚きでした。結構まあ24すらなのに、距離伸ばして阪神遠征で、なのに川田が乗っちゃって1番人気でね。で、しかもね、4月上旬だったら中山牝馬とか福島牝馬があるのにね、まあなんかこれは多分、誰かしらの間で何らかの調整が入って、ここに回されたっていう感じだったんでしょう。まあ何はともあれね、これにより、前走が1番人気6着という、まあ七夕賞においては、絶好のステップになったのは良かったですよね。でまあ今年のほんと七夕賞はこれハンデ戦じゃないだろってくらいハンデ差がないんですけど、まあ一応ね、その大半6着になったことによって、まあスウェーク54キロなんで、まあ最軽量対2本になってます。
あとはね、右回り小回りがどうなのか、東京のワンターンっていうイメージもあるけどどうなのかっていうところで、それはごもっともだと思うんですけど、まあそこは頑張れというしかないですねということで、しっかり夏競馬は2桁人気狙っていきたいんですけどね、三強優がまさか8番人気とって感じだったんで今回は下から数えた方が早い馬にしました、改めて、はい、それ以外で何か注目する馬いますか？うん、まあヒンドゥータイムズなんですけど、かぶったし言うことないからまあいいかな最近仲いいな、おいということで、時間が余ってるんで、ちょっと広告タイム取っていいですか？どうした先週の動画で、名古屋の某球団が不人気という話をしたばっかりのところで、恐縮なんですけど、今週の日曜日、中京競馬場に行くんですよ。まあ、言ってたね、なんか。でですね、まあ日曜の夜はね、競馬終わった後はちょっと今池にいるんですけど、翌日の月曜日、ちょっとね、予定が決まってない時間がありまして、松葉塚親方、名古屋でなんか、おすすめのスポットとかあります？急だな、おい。今はモーニングして、朝モーニングはね、朝行こうと思ってるんですよね。あの、うなぎの美味しいとこあるんじゃないですか？ああ、ひつまぶし。ひつまぶしだ。そうですね。ひつまぶしもなんか具体的なおすすめの店とかあったら、視聴者の方もね、コメントいただきたいんですけど。あれですね。観光だけじゃなくて、あの、おすすめの飲み屋とかおすすめのグルメとかでも嬉しいんですけど。宝禅だ。宝禅。聞きました。え？ひつまぶし宝禅です。あ、宝禅。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと候補に加えて。でもこれ、なんか犬山市ちょっと外れてたな。いや、だいぶ上だよ、それ。美味しかったです。一回行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じで、あの、視聴者の皆さん、なんかそういうおすすめのスポットとか、いろいろあったらコメントにお願いします。お待ちしてます。はい、というわけでメインチャンネルでは今週行われます七夕賞の親方、そしてゼニマさんの見解、語っていただきました。そしてもう一つ、日曜中京ではですね、プロキャンステークスを行われます。こちらはサブチャンネルの方で、公開しようかなと思います。動画下の概要欄にリンクありますので、そちらから最新動画ぜひチェックしてみてください。そして、情報つの学びではツイッターもやってますんでね、ぜひツイッターの方フォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。親方ゼニマさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。